松原博樹は朝日放送を元アナウンサー。神奈川県の出身で日本大学芸術学部卒業後の1984年にアナウンサーとして朝日放送へ入社。同期入社組に三代沢浩二や伊井昭弘がいる。また、1985年にアナウンサーとして朝日放送へ入社した中村裕二は同学年の同僚にあたる。 朝日放送への入社後は、主にスポーツ実況を担当。日本プロ野球では、当時存在していた近鉄、大阪近鉄バファローズ戦のラジオ中継を中心に、出演していたほか、土曜日の近鉄でゲーム中継を内放していた、近鉄バファローズアワーでパーソナリティを務めた。2001年には、9月26日の近鉄対、オリックスブルーウェーブナイトゲームのラジオ中継で、 近鉄の北川博都氏が9回裏に大打逆転サヨナラ満塁優勝決定本塁打を放った瞬間を実況。近鉄がヤクルトスワローズと対戦したその年の日本シリーズでも10月23日の第二戦で朝日放送が自社及び JRN 向けに制作した中継の実況を担当した。阪神タイガース戦の中継にはほとんど 登場しなかったが、1992年10月10日のセントラルリーグ優勝決定試合では、ラジオ中継の実況でヤクルト優勝の瞬間を伝えた。プロ野球以外のスポーツ中継では、全国高等学校野球選手権大会のテレビラジオ中継にも実況やインタビュアーとして随時出演。テレビ朝日系列で放送していた大相撲ダイジェストの最後期には、 大阪府立単育会館で開催される大相撲春場所の期間中に朝日放送のスタジオで実況や進行を担当した朝日放送の本社がある大阪市内で全日本大学女子駅伝が開催されていた時期に同局がテレビ朝日系列向けに制作したテレビ中継で第一位同社の実況を任されたこともあるその一方で1970から80年代の アイドルに詳しく、一時は、ABC の電車男とも呼ばれていた。2002年度から2005年度まで、ナイターオフ期間にパーソナリティを務めたラジオ番組、ダンディエクスプレスでは、朝日放送が、歴史街道というテレビ番組を制作していることに、ちなんで、アイドル歴史街道と称するコーナーを創設。世間での知名度が、かなり低かったアイドルについて、熱弁を振るっていた。 一時は、ラジオのクロージングのアナウンスも担当していたが、地方球場からのプロ野球中継で出張中に、セクハラとみなされる行為を現地の女性リポーターへ働いていたことが2008年に発覚。朝日放送から検跡処分を受けた後に、アナウンス部から移動した。この時期には、同僚だった長島県一郎、上田圭一基も、松原と同様の経緯で、アナウンス部を離れている。 ありがとうございます。